こんばんは。前回の続きやっていきます。ゲームのね、システムはね、第三国志って昔やってたんですけど、第三国志とあとキングオブキングダムだったかなってやってたゲームがあるんですけど、それとね、なんか似てる、シミュレーションゲームで、こうですね、この自分の持ってる都市を開発して、まあ兵を、画面の右、これ舞台なんですけど、兵も出して、で、第三国志に似てるのは、領地を、今これ、レベルが書いてあって、3、4、で、これ、次5を狙うんですけど、自分のね、レベル、この、武将、ヒーローか。ヒーローのレベル上げて、持てる兵増やして、で、レベルの高い土地を取っていくんですけど、ここら辺はね、第三国志とか、さっき言ったキングオブキングダムとか似てますね、感じが。で、レベルの低い土地はね、こうやって削除していくんですよ。で、これはね、土地取って、消すまでに、他のゲームだったら30分とか、下手したら1時間ぐらい、不戦状態になるんですよ、その土地が。新しく取ったらね。でもこのゲームはね、5分ぐらいだったかな。5分ぐらいでもう削除できます。どっかないかな。ちょっと5はまだ無理なんですよね。あとね、初心者の保護期間が2日かな、48時間ぐらいありました。5はちょっと無理だと思うんですね。ですね。相手の兵が9000ですね。あとね、このコンバットドリルっていうのはね、何なのかちょっとよくわかんない。とりあえず押してみても。あ、一応出るってことかな？ちょっとね、あとね、画面が全体的に薄暗いんですよね。もうちょっとね、ちょっとは良くなってるんですけど、前回より気持ちいい。それは、ここですね。この画質のところをハイにすると、若干改善されましたけど、それでも薄暗い。戦争はまだないんですけど、で、自分の好きなゲームなんですけど、ただ、時間がね、多分めちゃくちゃかかると思いますね、このゲーム。ここがね、全体マップです。自分たちは南方ですね。こうやって、多分ね、このマップの真ん中をね、狙うんだと思うんですよね、最後。で、この青いのが、まあ、同盟員の方です。で、緑が自分かな。みんなバラバラなんですよね。で、他のゲームのみたいに、こう、集まるっていうのが今んところないかな。多分ね、どうかな。そんなに長くはゲームやんないかもしれないですね。ちょっと時間がすごくかかりそうなゲームです。ヒーローがいて、ヒーローがレベル10ごとに、このポイントを触れるんですよ。この加点って書いてあるやつ。だから今20なんで、クレオパトラが20ポイント。知力と速度に振ってます。速度は攻撃するときの、なんかね、順番、攻撃の順番関係あって、まあ、知力はまあ、魔法ですよね。で、こっちが物理だと思うんですよ。で、これが防御力だと。みたいな感じですね。で、下の、この魅力とか政治関係は内政関係だと思います。で、あとね、アドバン。ここら辺は、星のレアリティ上げるやつ、同じのを重ねて、星のレアリティを増やすやつですね。これしてますね。これもできるかな。同じのこうやって重ねて進化させる。そしたら加点が10増えるかな。これだったら今、高いのに振った方がいいと思うんですよね。防御力と、物理と、こうずつ、あ、もういいや、こっちで。こんな感じ。戦闘はね、ちょっとね、大味かも。ちょっとどっか当てようかな。戦闘はちょっと大味ですね。なんかすごく楽しい戦闘ではないです。まあまあ他の、だから第三国志と似てんのかな。あ、これやろうか。盗賊。はい、ちょっとかかるね。1分10。15秒だったかな。ちょっと飛ばそうかな、当たるまで。こんな感じで進軍していって当ててって感じなんですけど、あとね、兵種が、こうやって、あと、
得意不得意書いてます。弓兵が、まあ、槍兵に強くてとか、この砲兵っていうのは多分あの採取系だと思うんですけどね。あ、いや工場兵器かな。こうやってここに書いてます。4種類あるんですよね、兵士。あ、全部で5種類あるけど、普通に戦うのは4種です。これは多分、工場兵器になるのかな。うん、工場能力って書いてますね。だから、じっくりこういうゲーム、あの例えば、光栄さんが出してる三国志とか、信長の野望、じっくり遊べるタイプ好きな人は合うかも。ただ、時間がね、多分、ものすごくかかると思います。これね、あっという間です。大味です。戦闘画面は全部一緒かも。アリーナってこうランクマッチみたいのがあるんですよね。他の人と戦わせるやつ、自分が作ったデッキと。で多分勝ちますけど、この画面ずっと一緒なんですよね。速くして、通常はもうスキップですね。画面の右上に兵力、相手が3600、左が自分で6200。どうかなって感じですね。なんかこう戦闘はちょっと大味な気がする。これが、画面の真ん中に初心者のこの、初心者期間ね、保護期間、これですね。で、今右になってます。2日間、48時間、真ん中ですね。行動力がね、スタミナが5で済むのが、やっぱりありがたいんだけど、資源がね、全然たまんないんですよ。それと、なんかアイテムも、全然手に入ってなく、こういう普通はなんか資源のアイテムとか手に入るのに全然手に入ってないから、なんか育成がすごくやりにくい。お、なんかもらえるか、また。Listen to the soothing sound of the harp. これ星いくつ？あ、星いくつか書いてない、ね。これはあのログインしたらもらえるやつですね。なんかね、ゲーム自体はすごく面白そうです。もうちょっと、ここのメーカー、バイキングライズも一緒なんですけど、なんか薄暗いんですよ、全体的に。いいんですけど、世界観は素晴らしいんだけど、見にくいんですよね、画面が。もうちょっと明るくしてほしいです。やるのはね、画面の左下のこのクエストをずっとやっていけば、いいです。で、ここ出てますけど、今9分の7なんで、あと、2つ何かこなすと、これ終わりですね。あ、もうここまで来たの？9章まで。しょ？建物はね、あ、これ終わってるんだ。建物はね、ここで何個やるかやってるか、画面右ですね。あともう一個できるわ。クエスト見て。ちょっと5の領地はまだ無理なので、これにするか。ここはね、やろうとすると多分、危険って言われるので、相手が9000ぐらいで、こっちが6200だから、うん、ちょっと厳しい。もうちょっとレベル上げてからの方がいいかも。まあ、こういう時は4に当てるんですよ。4に上げ、当てて、レベル上げ。あとね、デッキ組む時にコストがありますね。これも大味ですけどね、戦闘は。自分が持ってる土地の当てて経験値稼ぐってやつですね、これは。あと、採取行かせることも可能。採取はね、行かせたら、この数値が下がります。今、30分の16ですけど。3使うんだったかな。画面の左の方に部隊1したコストは今
14分の13なんで、あと1コスト高いの舞台にセットできますね。コストで舞台、デッキ組むみたいです。ここはね、自分の情報でタレントっていうのはここでポイントを振っていけるんですよね、こういうやつに。ヒーローの経験値を増やしたりとか、あと、これとかも。これは両者、自分の経験値ですね。こういうのに振っていきます。あれをクリアしたら、9章とかクリアしたらポイントもらえるのかな？あそこのクエスト。これも経験値か。まあ、いいか、これで。で、とりあえずね、やることなくなるんですよ。もう4しか当てることなくなるので、今だったら。5はちょっと厳しいから。そうなると、トライアルかな、やるんだったら。ランキングは、全体の、自分のランキングとか、今ランクなしですけど、やることがなくなったらトライアルですかね。この NPC と戦うマップみたいな感じですね。これが、3組みたいなのがあるので、騎兵とか歩兵とか、これ見ながら強い兵種に変えて戦うんですよね。ただまあ、多分勝つと思うんですよね。倍以上いるので兵が。ただね、ここも一緒なんですよね。演出が。戦闘の。これ。これがちょっとな、一種類しかないのが、ちょっと、残念な気がします。だから人で遊ぶマップもあるんだけど、自分で動かすわけでもないし、演出も一つしかないし、で、まあ、スキップですよね、どう考えても。こうやって。これもちょっと、だから、惜しいなと思って、なんか全体的に惜しいんですよね。これだったらまだバイキングライズの方がいいかも。同じ会社なんですけど、バイキングライズの密林のルールっていうのは対人戦できるんで、そっち側がまだ遊べるかな、個人的には。ココアガチャですね、時間で、どっちだったっけ、これだったかな。あと、9時間25分で無料で1回。あれ？こっちか。あと、5回回すとエピックかレジェンド確定。こっちだったら、あと2回回したら、エピックかレジェンド確定。これ1回でしょ？はい。で、次回したら、確定なんですよね。エピック。紫色か、金色、どっちか。だから、三国志を題材にした今までやってるゲームとかいろいろあるんですけど、これはまあ、なんだろう、ちょっと中世ヨーロッパ風な雰囲気の、同じようなシステムのゲームですね。ただ戦闘がちょっと残念な感じが自分はしてます。来た。これ手に入ったってこと？これはエピックなのかな？あとね、文明みたいなの選ぶんですよ。自分はね、ローマにしたかな。ここ、ローマ。なんかね、種類がいろいろあって、日本、ヤマトだったかな？日本とかいろんな国の。自分はローマにしました。今のなんだ、どこの、いいじゃん、レジェンドじゃん、手に入ったの。いいね。これとこれ育てたい。スキル見て。訓練か、訓練。訓練で獲得する。あ、訓練か。じゃあ任命し、あれだな、文官タイプだな。こっちは。2名の敵軍に移り、あ、これは攻撃系だ。いいね。これはじゃあ育成しよう。じゃあ、こっちは、指揮官ね、ここで任命できるんですよ。ここで。ああ、入れれるぞ。さっきの、これ入れよう。こっちは、うわ、こっちの方がいいし。そっか、レベルが違うからか。残念。次は？首相は？あ、こっちの方がいいし。あ、来たー。こっちの方がいいみたい。OK。これは、多分、ポイント触れるからだろうな。
政治に振った方がいいのかな、内政だから。あ、違う、こっちか。重ねることできるからか。あ、違うぞ、これじゃない。これだ。政治かな、うん、首相だから。これでフルでいいや。戦闘使わないし。内政官。で、これ外して、兵戻ってこないんだけど、確かね、1しか持たせてない。1だよね。違うかな。1だよ。1しか持たせてないので、これいい。で、こっちに、さっきの、これか。これ入れよう。これでね、兵1にするんですよ。で、これは何のために置いてるかっていうと、たった兵1、1、2しか、採取させるためですね、こういうところ。生かして。木とか、ここもいいね。こういうところにこうやって。これで3使うんですよ。この行動力みたいなやつを。で、1万2000ね。これですね。これを3使います。16今あるんだけど。ここら辺もね、第三国志とかと似てますね。多分このゲームもすごく時間かかるゲームだと思う。だからじっくり遊ぶには多分最高だと思うんですけど、時間がない人は厳しいかも。途中ですけど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。